こんばんは、タイガーマスクです。おや、今日のタイガーマスク、今日も元気に頑張って発信しようとしていますねって、思いのあなた、いつもいつも同じようなことしか言えなくて、でも頑張って発信していますねって、思いのあなた、正解でございます。正解です。正解でした。はい、こんばんは、タイガーマスクです。はい、今日はですね、何について発信していきたいかと言いますと、自信のある人、自信のない人について発信していきたいかと思います。自信がある人は、どんなにね、苦しいこと、辛いことが目の前にあったとしても、とにかくチャレンジしよう。とにかくやってみよう。とにかくやろうっていう気持ちがめちゃめちゃ強くて、どんなにね、知らないことでも、まずはやってみよう。まずは失敗してみようっていうところがすごくあるんですね。で、逆に自信がない人は、いや、僕に、そんなこと言われてもとか、僕なんてそんなの分かりませんよっていうことを、自分が別にね、やる気が全くないわけないんだけども、やろうという気持ちがなかなか持てない。一歩踏み出せばいいだけなんだけども、なかなか自分なんてね、自分なんてできてこないですよ、分からないしなっていうことを、自分はそういう人間だと決めつけているんですね。メンタルが弱いっていうか、なんか自分には自信がない、自分はこういう人間だからきっとできないと思うってね、決めつけているんですね。じゃなくて、自分はできるんだ、自分はできるんだってね、逆にプラスにプラスに言い聞かせることによって、本当にできるようになるんですよ。うん。本当にできないとしても、本当にできないとしても、できる、できる、できるってね、頭でね、意識して、したりね、それから、どんなことがあってもできる、どんなことがあってもできるようにやっていったり、どんなことがあってもできるんだ。僕はね、できないって思ったら本当にできないんだけども、できるって思ったら本当にできるんだっていうことを証明っていうか、とにかくね、周りからも承認してもらったらもちろんいいんだけども、できないと思ったらできない。できると思ったらできる。もし一生懸命一生懸命頑張っているにもかかわらずできないとしたら、自分が努力していない。自分がそんなにも頑張っていないことだと思うんですね。本当に頑張りたい。本当に頑張って次のステージに行きたいと思うならば、頑張ればいい。それだけ。それだけなんだけども、頑張っているんだけども、次のステージに行けない。それはまだ頑張っていない。じゃあ頑張れよ。でもね、頑張り方がわかんない。じゃあやり方を教えよう。教えてあげるから、それを1から2、3、4、しっかりと言われた通りにやればいいんだ。わかりました。っていう人は絶対にできるんですよ。でも、いや、僕なんてできっこないですよ。いや、僕なんか無理ですよっていう人は、絶対に、どんなにね、心の中では変わりたい、変わりたいと思っていても、変われないと思いますね。人に言われて、じゃあやります。今日からやりますっていう人は、できるんですよ。変われるんですよ。自信がめちゃめちゃ、もう満ち溢れるんですよ。でも、できない、できない。僕なんか、こういう人間ですからってね、決めつけてしまうと、絶対に次のステージは行くことができないんですよね。だから、自分がどういう人間か、自分がどういうふうに言葉をかけていくことによって変わっていくんですよ。自分にね、できない、できない、できないって言ったら、本当にできないことが当たり前になってしまって、できない、できない。僕は本当にできないんだって言ったら、本当にできなくなるけども、自分はできるんだ。できないかもしれない。できないかもしれない。確かにやったことがないから、できないかもしれないけども、何度も何度もチャレンジすることによって、できるようになるかもしれないってね、そういう風に意識することによって、絶対できるんです。だから、チャレンジすることによって変わってくるかなと思うんですね。だから、何度も何度もチャレンジすること、そして失敗しても失敗しても、へこたれず頑張っていくことによって、メンタルも強くなって、自信も増えていって、変わっていくんです。だから皆さんも、なんか自信がないな、なんか不安だなと思ったら、もっともっと苦労というか、チャレンジして、失敗して、取り組んでいけば変わっていくかなと思います。今日はですね、簡単でありますけども、この辺にしたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。大変お待ちでした。はい。